はい、どうもはじま巨匠です。しょんべん行ってきました。しょんべん気持ちよかったな。あ、今の炭酸です。いやまあね、ちょっと俺がどんな感じのキャラになりたいのかっていうイメージをつけなきゃいけないな。でもうすぐ お母さん帰ってくるけどね、え、なんだかんだ言ってなんかイメージとしてはいつも万人受けじゃないけど、なんかそんなのイメージしてるけど、そんなことしてないからなんだろうな。もっとなんかね、細々とやってる感じがいいよね。イメージができてないから人気になれないのかな。万人受けみたいになってんのに。別にな、万人受けにしようとしてないのが良くない。まあいいや。痛いな、敵も。何しようかな。どういう感じにいけばな。お前喋るだけだよな。イメージもクソもねえな。喋りたいから喋ってんだよな。でもなんかね、喋るだけだと面白くないんだよ、やっぱり。ただただ喋ろうってやってみたけど、ちょっと気がめいっちゃってさ、もう面白さとかどうでもいいからずっと喋ってこうだとね、つまんねえよ。やっぱ面白く喋ると続くね。やっぱ面白いもんが好きだし、喋ることも好きだし、楽しいし、面白いもんは見てて楽しいし、面白いし、うん。で、本当面白さを目指すって大事。面白くなろうとするのが俺の原動力だね。栄養、ガソリン、薪だね。本当にこれがないと続かねえわ。別に面白い感じは全然出す気がないんだよ。真面目に喋ってるだけ。真面目に喋ってるけど、本物のユーモアを見せつけてやりてえみたいな。で、別にまだ本物じゃない。うん、これからよ。本物でもないし、偽物で。まあ、偽物からは脱却できたと思うけど、もっと面白いもん見てね、いっぱい喋り続けて、ね、面白いもん。でも、反省はしないから良くならないのかもな。でも、それは、見るもんなくなったりします。別に。なんでだろうな。なんか自分の動画あんま見たくないんだよ。まあ、もうその時点でダメなのかもな。って言うけど、なんだろうな。やっぱりその見るよりもね、喋ってる方が楽しいのよ。うん、見るんだったら喋ろうってなる。で、見てると喋りたくなるの。うずうずする。あと俺反省が好きじゃないの。うん、見てると、あ、ここもうちょっとこうすればよかったなってことが無限に湧いてくるの。あ、ここもっともっとこうしよう、ここはここ、こうすれば、あ、もうちょっとやっていこうみたいなことしか浮かばなくて、娯楽じゃなくなるの。本当に反省会になっちゃうから。向上心はあるからこそ反省しか生まれない。見てて全く楽しくない。うん、だから見たくないよ。でも上には行こうとしてるけどね。やっぱりさ、そもそもあんま今自分を否定したくない時期だから、あの、精神病的にも、精神病言い訳にするのやっても良くないと思うのよ、そういうのをするの。だから避けてる感じがする。うん、危ないからさ、自分を否定する、まあ、反省が自分を否定するのかってなると違うんだけど、でもあんまり心に良くないと思うの、精神衛生上。うん、もっと元気になってから反省していきたい。でも俺今元気じゃないの、こう見えて。うん、元気だけどね、鬱みたいな状態も。楽しいから元気みたいな、それ以外は別にって感じ。うん、危ない状況だから自分ではね。危なくなさそうだから一番やべえと思ってんの。わかるようになった。うん。見た目がやばくなくても多分やばい、今は。やばいね。でもね、やばいって自覚できるやばさまでには来てるけど。でもやばいのは変わんないんだな。方向が変わっただけだと思う。一旦下がってまた違う方向に行った気がするな。うん。まあ、気をつけます、本当に。だから反省したくない。やっぱ、あの、大きく捉えちゃって自分を否定してるんじゃないかにつながりそうだから、自信を失うからさ、良くないなって思う。でも本当に元気ない時は俺の動画見るからね、見るけどね、面白いからね。でもやっぱりさ、
本当に俺の動画がつまんなかったら絶対に俺やめてる。何度もやっぱ悪口言われるたびに自分の動画見るよ。あれつまんないかなって、面白いんだよ。だから結構何回かね、3回は必ず俺は自分の動画に助けられてるから、なんだかんだ言って面白いんだろうね。な、伝え方が悪いだけでさ、なんかさテンポ悪いよねやっぱり。でもおもろいんだよ。だから俺はうぜえなって思う見ててもうわこいつ面白いのにうざいなって、目が本当に離せないの。でも俺なんか物に興味がないと思う。見てはいるんだけど全然読み込もうとしない、作業みたいになってる。みんなすごい読み込むんだけど、やっぱ俺にはこういうのがあるからさ、自分の動画にはめっちゃ興味があるの。今何した、何した、何した、10秒戻そうみたいな。ないの俺動画基本的に10秒スキップばかすんの。別に興味ないんだろうな本当に。だ本当に楽しいことじゃないんだろうね今やってることっていうのは。でもマジで暇なのよ。うん、で漫画は楽しいんだけどさ、結構無意識的になんか本当にやってないよね。本気でやってない。 YouTube しかないね。見てる時も本当戻さないんで俺、10秒スキップしかしない。スキップで早く見せて見せて見せてみたいな感じで本当に適当だけど、自分の動画だけはやっぱりね見てたね、なんか今なんかしたな、変なことしたな、ちょっと戻すぞって言って見たりしてるので、なんだかんで言って俺は俺のことがね、俺のことを本当に見てるんだろう、真剣に。でも全部の動画は見てない、長いのでね、見てるとやりたくなっちゃう。やった方がいいじゃん、もうポン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 やった方がいいじゃん。数だよ数、別に質とか言ってもさ、やっぱ何でも量をこなさないと質も上がらないよね。なんか絵のやつで言ってたわ。うん、でも笑いは違うらしいんだよ、新龍さん曰く。新龍さんじゃないけどね、別に新助さん曰く、何回も練習すると良くないって、どんどんここ付け足そうって言ってて、みんなの感覚とどんどんずれていくから、うん、ちょっと練習するくらいでいいみたいなこと言ってた。でも YouTube 面白い人出てこないな全然。なんか俺がもうちょっと YouTube の更新がストップするくらいの衝撃な人出てこないなって言ったら出てくるから、まあ、それは嬉しいんだけどね、熱狂的に面白がれるものが できて。でマジで出てこないな YouTube。 別になんか微妙なもんばっかだな。熱狂的になるものってほんとないわ。もう加藤純一さんくらいでね、もう熱狂が続いてるから熱狂と思ってないけどさ、でも純一さんの雑談面白いからな。うん、欲しいな。金欲しい。でも金があっても無駄遣いしかしねえからな。でもやっぱガキ、別にガキ相手してるつもりないんだけど、やっぱ米生さんから来た感じだからさ、良くないよなって思ってるけど。でもしょうがないよね。やっぱなんか普通にやってたらやっぱ同年代くらいの人が集まるんだな。じゃあ俺が年取んないと絶対みんな金くれないってことじゃん。嫌だなそれ。あと十何年もかかる。いやでも十何年もかかんねえか。みんなが金を払えるような時期になってようやく俺は金が手に入るってこと。うざ。でもなんだかんだ言って加藤純一さんもさ、何年もやってようやくおか飯が食えるようになってるわけだからさ、面白いことだけで食ってくっていうのは大変だね。きついて。まあいいや、日記みたいなのに近いな。でも雑談に編集もクソもないだろ、よくよく考えたら。まあでも純一さんの成功も切り抜きだからな。面白いよっていうのを見せて、じゃあ面白いの来るまで待つわっていう
やり方になってるから信頼を手っ取り早く取ってるわけだよね。うん、でもその信頼が何もしないですごい時間がかかると思う。俺も切り抜きみたいなのを始めなきゃいけないんだろうね。面白い部分だけみたいな。むずいなぁ。でもそれはちょっと負けてる気がするよね。再生なんかさあ、結局はニーズに従うニーズの奴隷だよね。みんなは時間がないからってなって手短に見たいみたいな、そういうことでしょ。あんま今敵がいねえな。別に数字は全然取れてないけど、なんか負ける気がしないな。まあ戦ってもないからなのかな。いやでもやっぱりな、主観的ではもう完全勝利だけどな。日本は日本史上制圧してるようなもんだな、おもろでは。まあ、あと芸人の壁は分厚いな。面白い人山ほどいるしね。別に知ってるだけが面白い人じゃないからね。まだまだ面白い人たくさんいるから、そう考えると俺の言ってた世界40位おもろはちょっとね遠のくね。でもなんか喋って面白いかどうかって話になるからね。まあみんなもそこそこおもろいんだな。うん、なあ上を見てこう、ずーっと芸人さんたち面白いからな、パクってこう。さっきからずっとアロマの煙ばっかさ叩いてて、俺なんかやばいね、ガキじゃん。ガキっていうか猫だよな。よく言えば猫。悪く言えば頭の悪い猫。悪いってついてんじゃん。鼻水すんごっ。いいわ。ちょっともう薬飲むわ。薬薬薬。最悪だ。ユーモアゼロ。ね。すごいね。本当に。面白いよ俺って言ってる人が。薬って3回いただけでいいし。面白くないっていじってんのもそこまで面白くないし、地獄だ。ずっと地獄なんだろうな。もうなんか悲しくなってきたわ。適当に言った言葉がね、なんか別に自然体っていうか別になんだろうな、ムカつくんだよな。薬飲むのも治んねんだよこれ飲んだって。別に一時的には治るんだけど、この先ずっとこれを飲んでって治るかって治らない。一時的なものだ。だからムカつくんだよ。だからボケも適当にやった。こいつがずっとね、こいつを飲んでいくとどんどん良くなっていくって言うんだったら、俺はちょっとね、もうちょっとなんかこいついいやつだからもっと面白くボケてやろうと思った、薬にね。でも一時的なものなんだもん。それは適当にボケるよ。感謝がそんな薄れてるから。まあでも一時的に治してくれるだけでもありがたいと思わなきゃいけない。すごいな。薬のせいにしやがってつまんないこと。カプセルって独特な苦さあるよな。なぜ？別に苦くしなくていいじゃん。
うわぁ、なんもねえなぁ、やること。おしょんべんしようかな。あ、もう壊れちゃった、俺。もう、しょんべんとかも。まあでも面白いことは別に言わないよな。ああ。まあ面白いこと言えないからね、狙って。だからなんかぼーっとして出るまで待ってるわ。ずーっと。自然に出るまで待ってる。痛いな。待ってはないよな。別に喋ってるよな。あ、でも喋るの楽しいな。うん、俺はおもろいやつって思いながら、これからもどんどん面白くなっていくんだ。これから、今面白くなっていってる途中なんだ。面白くなってる、なってる、なってるって思いながら喋るの楽しいな。おもろ王者。うん。でも、俺が好きな面白さっていうのを極めたのかな。そういうわけじゃないんだけどな、別に。なんで俺は俺のことこんなに好きなんだろう。まあ疑うのはもうやめろ。弱さにつながる疑いは。なんかネットみたいな、なんかそういう、だからもう一回ちょっとみんなに叩かれよう。面白い人に、そんなおもろくないですけどねみたいな、面白い人に言われよう。そこまでナルシストでいこう。でもそんなにつまらなくないんだよな。でも結構俺面白いからさ、中途半端に面白いんだよな。いや、俺は面白い。中途半端じゃない。だいぶ面白い。嘘ついてないもんな。みんなが気づいてない。みんな気づかせてやんなきゃ。うん、やっぱ月面広告打つか。ああ。それか宇宙飛行士になるか。ああ。YouTuber 初宇宙飛行士。舐めてんのか、宇宙飛行士。なあ。でも俺なんかそういう才能ないかな。宇宙飛行士の才能。もう売名のために宇宙飛行士になるって最強か？最強の人間じゃん。あの YouTube チャンネルを伸ばしたいので宇宙飛行士になって話題せよみたいな。ぶん殴られる。面接官に。ね。うん。NASA の通告、NASA 経由でね。NASA からちょっとあいつのチャンネルバンしてやってくださいって言われるよ。Google に。あ、わかりましたって。NASA の圧力でチャンネルバンされるな、そんなこと言ったら。マジでブーって言われるだろ。ブーだよね、もう。最悪の宇宙飛行士じゃん。あの宇宙飛行士は売名ですって。あの、僕のチャンネル QR コードを月面に、あの、つけたいので、宇宙飛行士になりました。絶対なんかね、それでなんか宇宙船の船内のいじめで俺、初の死人になりそう。そんなやつはね、宇宙でも俺いじめられるのか、うーってね、悲しいね。宇宙でもいじめられるって逃げ場ねえじゃん。地球、日本でダメで、まあでも別に他の国あるけどね。それすっ飛ばして宇宙。おもれおもろいけどやだな、辛いから。いじめられるのは辛いからね。嫌です。誰か代わりにやってください。宇宙で。いじめられるのは。でも別におすすめはしません。まあ別にやったことありませんが。チンコかゆいな。何もすることない。眠いし。めちゃくちゃ肉バーガーをグッて食いて。グッてこれ口。口チャイチーなんだよな。あ、これは、歯見せたくないの。これ歯茶色いから。ああ。口ちっちゃいんだよ。ちっちゃいかな。あ、ごめん。まあいいや。いやでも別にちっちゃくないな。ちょっとちっちゃいくらいだな。わかるね。比較できねえよ。口でかすぎて裏返る人っていうのやりてえな。裏返るシリーズやりてえな。もう口が。あーってなるっていう。は。は。口がでかすぎて、口を開けるのがでかすぎて、体がどんどん巨大化していく。やばいやつ。口を開けてる間、どんどん口がでかくなる能力です。まーって。顔と体、どんどん肥大。それ面白いな。口を開けると、体が大きくなる能力。口を開け続けるとどんどん大きくなるの。
すごい強いよね。相手からこう殴られたら、あっピュンってなる、シュンってちっちゃくなります。逆にすごいな。ちっちゃくなる速度すごいだろうな。うーん。もっと長くやってもよくね。やりたくないので、ちょっと心の中であーってやるくだりがもういいかなって。飽きたのでね、やめました。飽きるね、すぐ。すごい飽き性だ。そんな速度で飽きる。適度の金は欲しいんだよな、別に。まあ大量のお金も欲しいけど、あの生活費は欲しい。生活費ゼロだしな、ムカつくな。俺コツコツやればちょっとでも金もらえるのにさ、広告審査引っかかってめんどくせえ。めんどくせえな、めんどくせえな。でもね、マジで世界一楽な YouTuber になりたいわ。別に叩かれるのはいいんだけど、まあすごいって言われることはないだろうな。面白いけど俺は努力なんて全くしないからな。楽しいな、もう楽しいことしかない YouTube マジで。いやない、それはない。悪口言われるし、見ず知らずのやつ悪口言うやつってやっぱ全員気違いだからさ、みんな気違いなんだよな、やっぱり。結局ネットだからって気違いだしいいと思ってるしさ。世の中にはいろんなクズでできてるよね。中にはいい人もいるかもしれないけど、でも俺はもうなんか逆張りすぎてネットで悪口言いたくないの。まあ、顔を出してるから反ネットに近いんだけどさ、なんかさ、ネットに負けた気がするの。ネットのそういう強みという名の弱み、前も言って、だいぶ前に言ってたけど、やっぱもう尖りや逆張りとかひねくれが過ぎてるから、もうネットに負けたくないの。ネットがやろうよ、だからドラッグみたいなもんじゃんね、やろうよみたいな。それでみんな悪口を書き込むって。でも俺アイデンティティやるからよかった。黒山監督がね、その怒ることで自分のアイデンティティを確立する、てめえのどうのこうのね、個性を怒ることで完結してやがるみたいなこと言ったけどね。いやでも政治を批判するって言うけどさ、さすがにすごい時とかあるじゃん、ヤジしか飛ばさないみたいな。よくないなって思うよ。でもね、でもそれってずるくない？一生懸命やってできませんでしたっていう、やっぱ自分が無能だからこそヤジを飛ばすのかな。やっぱ一生懸命できません、やってできませんでしたってことを言われたくないからこそ、その伸びしろじゃないけど含みを持たせてんのかな。別に本気出してないでこれですからみたいな感じでやってんのかな。何もできないからこそヤジを飛ばして無能、そのやってないから、やってないんだから成果はないよねっていう感じなの。逆に自分が無能だからこそヤジを飛ばして、じゃあヤジ飛ばしてるだけだから別にねみたいな、そういう開き直り方なのかな。私は何も制作とかできないし、ズルもしますね、みたいな。そんな感じになってきたの。別に仕事ができないのでヤジをしますね、ヤジをしてればヤジをしてるので怒りにくいでしょみたいな。ヤジすんない。でもヤジしなくなったら自分の無能さがバレるので、ヤジしますっていう。なんかね、国民全員が政治家になるしかないよ、もう全員。もう全員が政治家。だし、子供の教育とか、道徳的な考え方。子供に対するんじゃなくて、子供にも子供を育てる教育の仕方。こういうことをしましょう、みたいな。言っていく。子供にね、逆に。したら子供もダメなことがわかるじゃん。あ、やっちゃいけないんですか。やっちゃいけないのか。あと、税金の払い方とか。税金をあんまり
を払わなくていい免除みたいな、こういうことすると何円か免除されますよみたいな、うん、のとか、まあいろいろそういうの教えた方がいいよね。なんか政治とかもさ、ちゃんと政治としてどうなのみたいな、考えていきましょうみたいな、新しい政策もしくはで、そういうことをやってた方がいい。だからもう受験ってシステムが狂ってんだよな。別受験したって得られるのは学歴だけだからな。うん、本当に人としてしっかりとするための教養とかそういうもんを身につけなきゃいけないと思うんだよ。だからそうなる弱い人間がいっぱい生まれるんだよ。うん、弱い人間でもそりゃね、ちゃんとしたものを身につければそこまでひどい人間にはならない。学がないとか別に関係ないと思うんだよな。そういうのをどこかで手に入れたか入れられないかの差じゃない、マナーとか。結局別に学歴が高いからいいやつってわけないし、学歴高くてもなんか嫌なやつはいるし、学歴低くてもいいやつはいるし、なるべくいいやつになろうぜと、みんなで仲良くしようぜ。だからやっぱ個性を育むって大切だと思うんだよね。だからその誰かの悪口とかいじめをするのが一つの個性になってるみたいな、さっき言ってたけど、だったら自分の好きなことを伸ばしてったらさ、別に俺やりたいことはしない、いじめする暇ないんですけどみたいな、こっちの方がやりたいしってやんなきゃダメなんだよね。だからこそ個性を伸ばさない頃からこそやっぱいじめっていうのは起きるんだろうね。やることないじゃん、結局同じことしかできないじゃん。でも私には私のやりたいことがある、そんなことやってる暇ない、バカってね。うん、結局子供の夢だって別にね、夢じゃないんだよな。俺はゲームプログラマーって言ったけど、プログラムするのめんどくせえから、あの案を出す人、うん、おもろいゲーム作ってくれよっていう、無茶ぶりする人一番最低かもしれない。でもな、面白いゲーム作るの大変だろうな。別にいいや。でもなんだかんだ言ってYouTuber になってるわ。別に YouTuber になりたいとは思ってない。 YouTube で動画投稿してお金を稼ぎたいの。 YouTuber っていうのが気に入らない、名前が。職業自体を気に入ってないんじゃなくて、もう楽して生きて、好きなことして楽して生きていきたい。うん、金を稼ぐこと楽していきたい。そして俺は好きなことをする。好きなことを俺が全力でやるとみんながね、面白いものを見れます。なのでお金ください、ね、お金をくれると俺が喜びます。100円でもいいからもう欲しいな。もう俺に価値を見出してくれたってことに喜びを感じるから、別にお金じゃない、お金を払う価値がある、こいつに希望を託すって意味でお金欲しいな。うん、じゃあお金じゃないじゃんって言うけど、でも別にそんなに好きな人いねえんだろうなって言ったらいなくなるのか分かんないけど、俺がもっと好きになるのは人間味を出さないけど、出しすぎたか人間味、ちょっとずつ小出しにしてった方が良かったか。最初から結構フルスロットルできちゃったから取り繕わないから、俺別にめんどくせえし、バレたら嫌だし、いつかバレるしさ、取り繕うの大変だし、取り繕い方もう忘れたし、楽しくないのやってて、キャラなんか作るのなんか、もう俺でいいのよ別に。俺の理想、やりたい理想でやっていく、苦しくない程度の理想、それじゃあダメなのかもしれない。そこまで理想にしがみついてないけど、楽しいのが一番だな。喋ってる時がすごい楽しいんだよ。うん、腰痛いけど、だから腰痩せたいな。でも別に痩せなくても腰が痛くなくなるんだったら別に痩せない。俺がやりたいのは腰、痩せたらすごいなんか呼吸もしやすくなるし、寝るのとかも筋肉がついてもっと寝やすくなるから、そういう理由で痩せてえわ。別にもっとねぐっすりとした睡眠がしたい。スマホどこだ、あ、もうどっか邪魔った、こっちだった、どっか行っちまいましたね。え、何よ、怖っ、ちょっとなかったことにしてください、怖いので。ホラーじゃん、それをボケだと思ってる。おしまいだよ、人として。いや、はじまとしておしまい。今なんかパンツ見えなかった、大丈夫だよな、よかった、チンゲ長くなくて。
チンコもちっちゃいし、チャイチーだしな。チンコチャイチいや、めちゃくちゃお腹すいてきた。喋ることが完全になくなった。そういうことってあるんだよね。まああるわ、いつでもあるよ。ってことでそろそろ寝るか。眠いし、腹減ったし、腹が減ったら喋れません。あ、もうずっと頭の中でやっぱ食欲に負けんのかな、なんだかんだ言って。睡眠欲には勝てる。食欲つえでした。あざした。